はい、どうも、ゆみです。本日はアンハッピーバレンタインデー続きからやっていこうと思います。はい、前回はね、このドジャクソイケメンくんにぶっ殺されまくったんですけども今日はぶっ殺されないエンディングいきたいな。ということで、とりあえずちょっと回収状況見よう。はい、前回3つぐらい回収したよね。お疲れ様。俺との話の結末は全部で7パターンあるんだ。まだ見てないエンドは、エンド1、2、4、5、1、2、4、5だね。エンド回収頑張って。行き詰まった時は公式サイトを見るのがおすすめだよ。ありがとう。今日もイケメンですね。はい、とりあえずね、バレンタインデーまであと3日のところに来て、ここでストレス度が今マックスになってるんですけども、ここで休息を前回取っちゃったんでね、ここで取らないようにしてみようと思います。はい、確か攻略前回見た時ね、一回も休憩を行わないみたいなやつがあったんだよね。だからそこでどう変わるか、変わるのかな、この辺の話も。マナトって髪いつもちゃんとセットしてて偉いよね。美容室で教わるの。あ、こんな話なかった気がする。セットっていうほど大げさなことはしてないけど、確かに美容室に行くとセット方法とか教えてくれるよね。へえ、そういえばマナトの行きつけの美容室知らないや。今度一緒に連れて行ってよ。ダメ。なんで？なんで？男の美容師さんしかいないから。あ、なるほどね。男の美容師さんって女性のヘアセット教えてくれないの？そうじゃなくて、あ、天然だ。マナトが私の髪にそっと触れる。このドアップかっこいいからありがとうございます。言わないとわからない。海目の髪、他の男に触らせてほしくないな。髪に触れた手がスッと首筋をなぞる。なんかいいね。こんぐらいの嫉妬だったら可愛いのにさ、なんであんなことになっちゃうの。もうやきもち焼きだな。わかったよ。ありがとう。こんぐらいだとめちゃくちゃ可愛いよ。じゃあ、はい、全部なんか適当にね、休息取らずに頑張っていきましょう。資金いまいちだから資金あげとこう。はい、まあ、多分あんま意味ないんだろうけどね。ここで分岐ではなさそうだし。あ、なんだか体がだるい。今日は早めに休もう。あ、大丈夫かな、これ絶対やばいよね。だるい。仕事行くの嫌だな。どうかした？大丈夫、ちょっと疲れてるだけだから。今日は仕事お休みしたら？でも俺が電話しておくよ。いや、電話するなら自分でしないと。具合が悪いんでしょ。なら無理しないで。風邪で声が出ないって言っておくよ。優しい。仕事に行きたくない、そう思ってもいつもなら休み勇気はない。でも今日はマナトのそんな甘い言葉に身を任せてしまった。いい彼氏ですね、今だけ。それから私は次の日も仕事を休んだ。その次の日も、またその次の日も。あー、こんなことをしていちゃいけない。仕事に行かないと。無理する必要はないよ。休みたいだけ休めば。いやー、マナトがいいよって言ってくれる。でもこのままじゃダメになる。それのどこが悪いの。もう監禁みたいな感じになってんじゃない。海を目には寄りかかれる場所がある。甘えてもいいんだよ。でもマナトに迷惑が。迷惑なんかじゃない。むしろ海目が頼ってくれて嬉しい。マナト、ありがとう。ごめんね。謝らないで。海目には俺がいる。俺がいるから。海目には俺だけ、俺だけがそばにいてあげられる。だからゆっくり休んで。あー、これ絶対監禁エンドだな。このまんまね、ニートになっちゃって、全部養ってくれるっていう。あ、養ってくれるのは最高か。いや、ダメだダメだ。そんなエンディングはダメだ。エンド5だったよね。じゃあ、あと1、2、4ね。あんまり疲れすぎるとそういう感じになっちゃうのか。エンド4が料理と資金を最高にすると見れるらしいので、ちょっとね、この2つをまた最初から戻、あー、間違った。まあ、1回1回ぐらい多分。じゃあ、はい。バイトと料理をね、マックスにしていこうと思います。あ、ちょっとストーリー変わってる。ずっとバイトしてたら。海目のとこって副業 OK なの？そうだよ。あ、最近バイトしてるから心配になった？いや、仕事周りのことだけはしっかりしてるから心配はしてないけど。仕事のことだけはって、まあいいや。マナトのそれは褒め言葉だからそう受け取っておく。そうだよ、褒めてる。それとも足りない？足りない。しょうがないね。かわいい。ちょっと唇が頬に落ちる。もうここら辺前半はすんごいやりとりかわいいんだよな。これでいい？うん。
あ、ラブラブ、めっちゃラブラブしてる。はい、じゃあ引き続きね、資金を上げていこうと思います。はい。あ、また新しいやつ来た。最近貯金してるみたいだけど、何か欲しいものでもあるの？もうね、資金は最高で、料理が今いいぐらいまでいってるのかな。え、あー、うん。何が欲しいの？俺で買えそうなものなら一緒に買いに行く？ね、いいいい、あなたにいいチョコをあげるためだし。そう言われると気になるな。じゃあ当ててみて、当たったら教えてあげる。新しいゲーム？ちゃう。私はそんなに色気のないものが欲しいように見えるのですか？ゲーム普段してるのかな？してないのにゲームだったらね、え、なんでってなりそうだけど。はい、これはちょ、とりあえず次休めば多分大丈夫なので。あ、なったなった、最高。え、じゃあもうあとは適当にこの辺あげててもいいのかな。最近いつも作らない料理作るよね。うん、もっとレパートリー広げようと思って。そっか、もう料理最高だからめちゃくちゃうまくなってるのか。俺好きだよ、海辺のお料理。まあレシピ通りに作ってるからね。俺死ぬ前の最後に何が食べたいって聞かれたら迷わず海辺の料理って答えると思う。その時は作ってくれる？死に損ないに作るなんて嫌。何？死に損ないなの？食べたら元気になって私より長生きするって言うなら作る。あ、寂しがりだね、海目は。わかった、海目より長生きするから約束。の中で恋人が死ぬとか絶対にきついよね。あ、これはさすがにね、確か休息しなきゃいけないですよね。はい、休もう。今日は自分磨きお休み。はい、マナとこの間買ったゲームでも。あ、ゲーム買ってる。え、ゲーム好きなのか。いいよ。2人でテレビの前のソファーに腰掛ける。モードどうしようか。対戦と協力。協力にしよう。対戦だと海目がかわいそうだから喧嘩になってしまうかもしれない。大パン始めるかも。それは私が下手くそとおっしゃっている。カッチーン。対戦にしよう。え、でもいいから、さあ早くキャラ選んで全勝してやる燃えてる、煽られると燃えるタイプね。全敗したうまいんだマナト。海目は攻め方が単調なんだよ。イケメンでゲームもうまいってもう何でもありじゃん。仕事も家事も娯楽も上手にこなせる。あ、でも性格が相当なありか。マナトにはさ、弱点とかないの？あるよ。え、何？俺にとっての弱点は海目だね。はい？海目のこととなると冷静に判断ができなくなる気がする。できてないね、絶対に。おお、すごい殺し文句だなちょいちょい女の子のね、口調面白い。海目、電気消すよって何見てるの？あ、これはありましたね。はいはい、信じられない。あー、はいはい、ここは強制イベなのか。よし、これでエンディング変わるはず。1週間よく頑張った自分。はい、この後ですよね。頑張った。海目ちゃんは頑張ってるのに、マナとは分かってくれない。ごちそうさま。今日はバレンタインデー。定時で仕事を終わらせ、マナとが帰ってくる前に晩ご飯を作り、チョコを用意して待っていた。デザートもあるよ。はい。これもしかしてバレンタインのチョコ？うん、本当はプレゼントも用意しようと思ったんだけど間に合わなくて、だから代わりにこれ。これさ、紫の花さ、なんかなかった前回、あの男性サイドバージョンの時にさ、エンド1かなんかでハッピーエンドだったのに、なんか苦しい苦しいみたいな言って、このねバラがあった気がする。綺麗だね、紫。青色のバラ？紫っぽくも見えるけど青バラに分類されるの。最近できた品種で香りがすごくいいんだ。仕事終わりに買ってきちゃった。え、なんかもうあの前回のせいでちょっとあんまりいい風に見えない。本当だ、いい匂い。ありがとう。こちらこそ、いつもありがとう。チョコを食べていい？もちろん。マナトは包丁を丁寧に外した。すごい、生チョコにガトーショコラかな、それにマカロンとシュークリームめっちゃ作ってる。どれにしようか迷って結局全部作っちゃった。すごい、嬉しいよ。ありがとう海目。マナトは生チョコを一つ口に放り込む。すごく美味しい。今まで食べたお菓子の中で一番美味しいよ。よかった。たくさん作りすぎちゃったから他の人にもお裾分けしたんだ。ああ、大丈夫それ。美味しいなら大丈夫だね。お裾分け？へえ、誰に？職場の取引先の人と、前に話した私が好きな動画配信してる人、思い切って送っちゃった。そんなさ、彼氏一番最初に食べさせてあげない？
その取引先の人って近所の造園会社の人かな、あのメガネの。そうだよ、よくわかったね。よく耳とその人がお店で話してるのを見るから。あ、やばい、嘘だ、マナトだって仕事中だし見に来れるわけないじゃん。もうそうだね。ねえ耳、最近料理頑張ってたのは俺のためだよね。当たり前じゃん、他に誰がいるの。そうだよね、海目は何も悪くない、悪いのはマナトは一人。何かブツブツ言っている。ああ、マナト、もしかしてやきもち。ごめんごめん、でもその人もそのチョコに何の意味もないことくらい分かってるから大丈夫だよ。そうだね。ねえねえ、他のも食べてみて。でもそれでもやっぱ一番にはさ、彼氏に食べてほしくない。それから二人楽しいバレンタインデーを過ごした。絶対やばいってこれ。数日後、今日は店長の都合でいつもより早めに閉店したため、私も少し早めに家に帰ってこられた。ちょっと早めだけど夕ご飯作っちゃおう。何？何の音？え？今何か聞こえな、なんか聞こえた。何何何何？なんかガスマスクみたいなシューシュー聞こえる。やっぱり聞こえる。何かうめき声みたいな音。お隣さん？いや違う、明らかにうちの中から聞こえた。そう、多分奥の部屋、物置部屋にしている部屋の方から聞こえた。待って待って、怖い怖い怖い。こんな時ゲームの主人公だったら、たとえ一人だったとしてもその声の正体を確かめるために物置部屋へ向かうだろう。いやいや、ゲームじゃないよ。あ、ゲームだけどゲームじゃないよ。でも私は絶対にそんなことはしない。マナトが帰ってくるまで近くの喫茶店に避難していよう。怖すぎて。あれ殺したんじゃないの、その取引先のなんかメガネの人みたいな。私はマナトにメッセージを送った。マナトは帰宅し次第すぐに家の中を見てみると言ってくれた。私は警察に連絡することを提案したが、ただの風音だったり別の原因かもしれないので、まず確かめてからにしようと言われた。マナトから連絡があるまで私は喫茶店で待つように言われた。マナト、もうとっくに家に帰り着いてるはずなのに全然連絡がない、大丈夫かな。こうして一人気を揉んでいても悪い方へ考えてしまう。私はスマホを見た。あれ、私の好きな動画配信者の人赤バンされて消えてる。動画配信者の人消したの？アカウントを消されるほど危ない動画を出す人じゃなかったけど。海目、お待たせ。マナト、よかった。遅かったから何かと、あったのかと。大丈夫、何もなかったよ。物置部屋の窓が少し開いてたみたい。じゃあ、ただの風音だったんだ。いや、ふわーって言ってたよ。よかった。ありがとう、ごめんね。帰ってきて早々大変なこと言って。大丈夫、むしろ頼ってくれて嬉しいよ。でも今度からは仕事が早く終わるときは一報してね。うん。何？家に帰り、もう一度二人で物置部屋を見てみたが、やはりそこには何もなかった。ねえ、大丈夫でしょ？さ、ご飯にしよう。マナトに続き部屋を後にしようとした時、部屋の隅に落ちていたものが気になって拾い上げた。あれ、こんなメガネ、うちにあったっけ？はい、エンド。まあちょっと待って、鳥肌。めちゃくちゃ鳥肌立ってる。めっちゃ怖い。いや、うわぁ、やっちゃったね。完全に今度は海目ちゃん以外の人をやっちゃった。はい、ではもう次のエンディングに到達したんですけども、エンド2が全部いい以上にする、良い以上にするとエンドが変わるらしいんで、全部良い以上にしてきたので多分大丈夫なはず。ごちそうさま。今日はバレンタインデー定時で、あ、ここは一緒だね。デザートもあるよ。はい。これもしかしてバレンタインのチョコ？うん、本当はプレゼントも用意しようと思ったんだけど間に合わなくて、だから代わりにこれ。あ、あれ？紫っぽくも見えるけど青バラに分類されるの。はい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 。あれ、ここ一緒ですね。どこで分岐になるんだろう。マナと包丁手に。この後にさっき、あ、うん、海目の手作りがいい。よかった、こんな美味しいお菓子が作れて最近前以上に可愛く。あ、ちょっと変わってますね。いやー、そんな。よっしゃ、1週間頑張った甲斐があった。困ったな、これじゃ近所の男の人たちの目潰して歩かなきゃいけないよ。理不尽。こんな理不尽なことある？え、
怖っ、超過激じゃん。ああ、でも近所だけじゃ足りない。海目の後について、海目とすれ違う人みんなやらなきゃ。もうマナト、どんだけ私のこと好きなんだよ。あ、まだ冗談と思ってる。大好きだよ、だからこんなに心配してるんだよ。今までも素敵だったけど、こんなに素敵になったんじゃもう危なくて外には出せないよ。あ、マナト、もう分かったから、面白かったから、そのネタもうやめよう。ネタ？俺は本気。あ、マナトは席を立ち、私に詰め寄る。そうだ、そうしよう。なんでもっと早く思いつかなかったんだろう。マナト？ずっと一緒にいればいいんだ。海目は俺のそばに、ずっと。あ、やめて、やめてください。今日は何日だろう。わからない。日付の感覚、あ、もう監禁されちゃった。拘束された手足の感覚も痺れてほとんどない。あー、もう。ただいま、今日はいい子にしてたかな。あ、う。あー、かわいそうに。声がかすれて出ないんだね。出して、ここら。ダメ。海目は俺のこと好き？こんなことしたら好きじゃないよ。ピクリと私の体が跳ねる。監禁されて何百回も問われた言葉、回答を誤れば何をされるか、体に染みついていた私は必死で首を縦に振って答える。好き、マナト好き、好き。いい子、よく答えられたね。もう言わせてるじゃん。俺のことが好きならここを出る必要なんてないでしょ。ここにいれば俺とずっと一緒にいられるんだから。だから海目はずっとここにいる、俺と一緒に。マナト、どうして。一筋の涙が頬を伝った。いやーね、普通にしてたらお互い本当のね、愛で結ばれてたのにさ、余計なことしてさ。何してんのこの男。はい、じゃあラストエンド1を回収していこうと思うんですけども、エンド1はこの休息を、休息が出た時からずっともう休息し続けるっていう選択をするらしいです。今日は自分磨きはお休みして羽を伸ばそうね、マナト。ん？暇なら一緒に映画見ない？前から気になってるのがあって。今面白そうだけどちょっと怖そうだからどうしようって言ってたやつ。ラストのどんでん返しがすごいらしいの。でもパッケージからして怖くて。いいよ、一緒に見ようか。そう言ってマナトはテレビをつけ映画をレンタルしてくれた。タイトルよく覚えてたね。海目がやりたい、見たい、食べたいっていうものは大抵全部覚えてるよ。すごい。マナト、何しろ海目がうるさいからね。ちょっと感動したのにその一言で台無しよ。よし、オッケー、こっちおいで。ソファーを背に腰掛けたマナトはポンポンと自分の前のクッションを叩く。そこに座れってことですか。どうしたの、始まるよ。言われるがままそこに腰掛けた私はマナトに抱きしめられるような体勢になる。いやー、いいっすね。楽しみだね。マナトが話すだけで息が首筋にかかる。そうだね。あー、もう楽しんでる。結局映画の内容はあまり入ってこなかった。もうめちゃくちゃ満喫してるじゃん。今日は休みだからいつもたくさん行動ができるぞ。はい、ここも休息しましょう。もう何もしない、ありのままの自分を見てくね、もらおう。はい、ここもまた、あ、全然違う。私は近所のショッピングモールに来てウィンドウショッピングをした。昼昼食は作るの面倒だし、いつもの喫茶店行こうかな。あれ、あそこにいるの？マナト？あれ、海目、偶然だね。マナトもお昼こんなところまで？仕事でちょうどこっちの方に用事があって、ついでにこの辺でご飯にしようと思ってたんだ。仕事中に海目に会えるなんてなんか嬉しいな。マナトって本当に仕事してる？じゃあ一緒にお昼食べようよ。そうだね。なんか怪しい仕事してない？マナトと一緒に楽しく昼食を食べた。はいはいはい。あ、でもなんか全然幸せそうな生活送ってますね。今日は自分磨きお休みする。今日はゆっくりできるの。あ、これは見たね。はい、じゃあラストのとこまで来ました。ここでもう休息。はい、さあどうなる。何もしてないよ。最後くらい自分磨きはお休みして羽を伸ばしてもいいよね。何もしてないよ結局。なんかやりきったって顔してるね。わかる。海目のことは顔見ればだいたいわかる。うん、神神すごい。エスパー、海目限定のね。じゃあこの顔は。お腹すいたの顔。じゃあこれは。眠いなーの顔。おお、すごい。じゃあこれは。
マナト大好きの顔。すごい。な、違うし、これは暇だ、遊ぼうの顔だよ。じゃあ類語だね。なんかね、平和な会話。どこがだよ。めちゃくちゃ平和だよ。1週間よく頑張った自分、何もしてないけど、マジで大丈夫？初日にちょっとなんかしたぐらい。ごちそうさま。今日はバレンタインデー。あ、ここ一緒っすね、入り方は。プレゼントも用意しようと思ったんだけど、だからこれ好きね、このバラ。はい、ほんと大にはありがとう。こちらこそいつもありがとう。チョコ食べていい？もちろん。マナットは、はいはい、すごく美味しいよ。今年は手作りにしてくれたんだね。市販のが良かった？うんうん、海辺の手作りがいい。良かった。最近何か頑張ろうとしてたみたいだけど、海辺は今のままでいいよ。変わらないで。あ、変わらないでって言ってくれてる。マナト？マナトの表情が急に暗くなる。海辺の本当の良さは俺だけが知ってる。でも海辺が努力して他の人まで海辺の魅力に気づいたら、そう考えるとすごく怖い。海辺が別のところに行っちゃうんじゃないか、俺から離れていくんじゃないかって。だから押さえつけて閉じ込めておきたくなる。俺だけのものにしたくなる。マナト、嫌だよね、彼氏がこんなこと考えてるなんて。そんなことない。私が好きなのはマナト。私が努力するのも全部マナトのため。今回の努力はまあ失敗に終わったけど、マナトが不安なら何度だって言うよ。マナトが好き。私にはマナトだけ。こんな言われたらさすがに信じるよね。ありがとう。あ、信じてくれてる。お返しにってわけじゃないけど、俺からもプレゼントがあるんだ。何？何？海目、今週の金曜日有給取ってて、土日も休みだから3連休でしょ。金土と宿を予約したから温泉旅行一緒に。あ、なんか温泉旅行に行こう、なんか行ってたよね、マナと。あの前回男性サイドのその最後に出てきた時、エンド1の時。本当？行きたい。用事とか大丈夫？うん、金曜日の有休は高校の頃の友達とランチに行くよ。いや、空足してたから、してたからなんだ。でも夕方には帰ってこれるから大丈夫。よかった。金曜日俺が仕事から帰ってきたらすぐ行こう。新幹線なら1時間弱で着く。待って、海目ちゃんさ、あの男性サイドバージョンのあのヤンデレ女ちゃんとの友達ってこと？なんか食事ランチ行くみたいなこと言ってたよね。はい、楽しみ。ありがとう、マナト大好き。そこがつながってたんだ。俺も。マナトがじっと私を見つめてくる。分かっている、何度も交わしたこれは。あー素敵。キスのサイン。唇が重なり離れていく。これがあのヤンデレ女ちゃんの、あー友達だったんだ。マナトが顔を傾けたのを感じ取り、それに合わせて、私も顔を傾け、角度を変えてキスを繰り返す。猫のようにペロッと唇を舐められ、短く漏らした私の声を封じるように再び唇が降ってくる。食器の片付け後ででもいい？その意味がわからないほどバカじゃない。私はうなずいた。可愛いね、主人公。それから二人、チョコよりも甘い時間を過ごした。チョコよりも甘い時間とは。あー、でもハッピーエンドですね。そして17日金曜日。はい、ただいま。おかえり。温泉旅行の準備バッチリだよ。急でごめんね。友達ともゆっくり話せなかったんじゃない？大丈夫、ランチしながら3時間くらい喋ってたから。向こうもなんかいろいろ悩んでるみたいで。そうよね。あー、だよねだよねだよね。あ、この子だ。ねえ、浮気ってどこからだと思う？え、彼氏に浮気されてるの？証拠はないんだけど、心配で仕方ない。全然心配することなくなかった？ちょ、浮気されてないよ。大丈夫だよ。浮気の線引きか、そうだな。これは私の考えだけど、一緒に食事に行ったらとか、手をつないだらとか、そういう万人共通の目安があるわけじゃなくて、相手がされたら嫌なことをしてしまうのが浮気だと思う。浮気をしたらいけないのは相手を傷つけちゃうからでしょ。相手がされたら嫌なことをしてしまう。でもさ、まあ、そりゃダメだけどさ、さすがに会社の人とさ、にさ、教育係で確かなんか後輩の女の子って言ってたよね。それも浮気って言われたらさ、もう無理じゃない？だからどんな小さなことでも相手が嫌がることはしない。浮気に限らずそうでしょ。相手を思いやることが大事だと思うの。どんな小さいことでも私が浮気だと思ったら、もう変な風に捉えてるって。
ありがとう。なんか吹っ切れた気がする。うん、元気出して頑張れ。あ、そうだ、よかったらこれ、もらってくれない？バラ？しかも青色、綺麗。バレンタインデーに彼氏にあげたんだけど、この子はその時まだつぼみだったからあげずに取ってあったんだ。いいの？ありがとう。寝室のお気に入りの花瓶に飾るよ。はい。彼氏と仲良くやってるといいけど、俺も急いで準備しないと。え、マナト、そんな大きいキャリーケースで行くの？え、ダメ？大きい方がいいと思ったんだけど。お、大は小を兼ねるって言いますが、限度があるでしょう。マナトは落ち着いてしっかりしているように見えるが、たまにこういう天然を炸裂させる。まあそういうところも好きなんだけどね。なんか言った？お土産のおまんじゅうがたくさん入るねって言いました。ほどほどにね。また喉に詰まらせて看病する羽目になるのは。詰まらせたの？ああもうその話はいいから。そんな冗談を言って笑い合う。今の楽しい時間はあのバレンタインデーがくれたかと思うと、今まで面倒だと思っていた日がとてもいい日に思えた。ありがとうバレンタインデー。私は二人っきりの甘い温泉旅行に思いを馳せた。大丈夫？そんなハッピーで終わる？本当にハッピーで終わった。え、終わった？こっち本当にハッピーエンドじゃない？うん。え、このハッピー、ちょっと待って女性サイドは多分エンド1本当にハッピーで、あのさ、男性サイドのさ、エンド1ってさ、なんか苦しい苦しいってなってさ、首絞められてたシーンがなんかあったじゃん。あれさ、もしかしてなんかさっきいろいろ吹っ切れたみたいなこと言ってたじゃん。なんか私が浮気だと思ったら浮気みたいな。だからそれでもうあいつは浮気してるって思ったから殺しちゃったんじゃないの？エンド1、実は向こうのエンド1。いや、おぉ、わかんない。わかんないけど、ちょっと私はそう考察しましたね。あの、男性サイドの、このアンハッピーバレンタインデーは、エンド1もバッドエンドかもしれない。じゃあ、回収状況、はい。あ、でも、よかった、浮気してたとかではなかったね。お疲れ様。おめでとう。エンドを全部集めてくれたんだね。どれも、俺と君の大切な時間だから、全部見てくれて嬉しいよ。君はどの話が好きだった？俺は画面とにらめっこしてうなってる君の顔が特に好きだったの。怖い、怖いこと言わないで。こっちに閉じ込めたくなるくらい。いや、海目ちゃんだけにしとけ。冗談だよ。とにかくここまでお疲れ様。よければ男性サイドバージョンの方も遊んでみてね。俺たちの結末が違って見えてくるかも。それじゃあ。はい、ということでね、アンハッピーバレンタインデーの実況これで終わりになりますね。いや、めちゃくちゃ面白かった。もう超私が好きなタイプのね、ヤンデレのお話でしたね。やっぱこういうヤンデレの話って本当理不尽だなって改めて思いましたね。